ティナフェイ、1970年5月18日隊は、アメリカ合衆国の女優、脚本家。主にコメディ分野で活動している。NBC のサタデーナイトライブ初の女性ヘッドライターとして、有名であり、エミー賞5回をはじめ、数多くの賞を受賞している。 2006年から2013年まで、サタデーナイトライブをモチーフにした同曲の36区、30ロックで主演を務め、脚本や制作葬式も担当している。ペンシルベニア州、アッパーダービータウンシップ出身。父親のドナルド・フェはドイツを呼び、スコットランド系の大学の提案作家、母親のゼノビア、ジーンはギリシャ系の仲外業の従業員。 8歳上の兄ピーターがいる。5歳の頃に家に侵入した暴漢に顔を傷つけられたため、今もその傷が薄く残っている。バージニア大学で劇作と演劇を学んだ。1997年よりサタデーナイトライブに参加。1999年に女性初のヘッドライターとなり、2002年にエミー賞で脚本家チームの一人として、 脚本賞を受賞した。これは、同番組にとっては13年ぶりの受賞であった。同年、NBC の75周年を祝した特別番組で、脚本家の一人として参加している。Mean Girls では、自らで映画家権を獲得し、脚本を執筆した。数学教師役で出演申した。この作品は、春の臨時老藩を主演に迎えて、ボックスオフィスで一位を記録。 入れ替わりの激しいサマーシーズンの映画興業で7週連続チャートインした。2006年、サタデーナイトライブを交番し、秋からの新番組、36区、ロック,ロックに出演する。制作、脚本も担当している。この作品では、主役のリズレモン役で出演。人気コメディ番組のヘッドライターという役柄から、わかる通り、自分自身をモデルにしている。 番組は批評家から絶賛され、第59回プライムタイムエミー賞のコメディシリーズ作品賞を受賞し、フェイも制作者の一人として授与された。フェイはコメディシリーズの主演女優賞と脚本賞でも候補になっている。翌年の第60回プライムタイムエミー賞では2年連続で作品賞を受賞、フェイ個人としても主演女優賞と、 脚本賞を受賞して3つのトロフィーを得た。他にゲストホストとして出演したサタデーナイトライブから個人パフォーマンス賞の候補にもなっており全部で4部門で候補になっていた。タイムが毎年行っている世界で最も影響力のある100人の2007年版に選ばれている。ピープル氏の最も美しい100人2008年版にも選ばれた。2008年 同じく、サタデーナイトライブ出身のエイミー・ポーラーと共演した、ベイビーママで映画初主演を務め、全米1位を獲得した。また、かねてから似ていると言われていた2008年米大統領選挙の、共和党副大統領候補、サラ・ペイリン氏のモノマネを、サタデーナイトライブで披露し、本人から、お墨付きをもらうほどの評判だった。最近の映画出演は、 ザオフィスのリッキー・ジャーベイスが監督、脚本、主演を務める嘘から始まる恋と仕事の成功術が2009年10月に公開。スティーブ・カレルと共演のコメディ、デートナイトが2010年4月に公開されている。また、2010年11月全米公開のアニメ、メガマインドにも声で出演している。2009年4月、パレード死が セレブの年収を発表し、2008年度の年収が460万ドルだったことが分かった。2009年10月、経済誌、フォーブスが最も稼いでいる女性セレブのランキングを発表し、2008年の収入が700万ドルで8位にランクインした。2001年6月3日に作曲家のジェフリッチモンドと結婚。2005年9月10日に長女を、 2011年8月10日に、次女を出産した。ボックスオフィス、ミーンガールズ。2008年11月16日閲覧。映画 .com。共和党副大統領候補ペイリニシ、ティナフェイのモノマネはそっくり。2021年12月1日閲覧。 http://www.cinematoday.jp スラッシュ n0017682http://www.cinematoday.jp スラッシュ n0020189 ありがとうございます。